浜四城。彼は誰を殺したか一。1. 男でも惚れ惚れする吉田豊の安らかな寝顔を眺めながら中条直一は思った「こんな美しい青年に妻が恋するのは」 無理はなないい。ことかもしれないどう考えても俺は少し年を取りすぎているただ妻のいとこだと思って近頃まで安心していたのは俺の誤りだった明日はどうしてもあれを決行しよう中条はこんなことを思いふけりつつ海辺の宿屋の小さい一室で 真夏の暑苦しい夜を一睡もせず明かしてしまった彼は15も年の違う美しい妻の綾子の愛に対して妙に自信が持てなかっただから大抵の男が綾子に会うのを警戒していた近頃ではこれが半然としてきたので心ある友人は彼をバカにしながらも訪ねるのを遠慮するようになった ただ今年大学に入ったばかりの綾子のいとこの吉田豊ばかりは平気でやってきて綾子と親しく話していたまた中条の方でも何らの不安もなかったそれはただいとこ同士だからという理由からであったその吉田の最近の行動は中条から言えばどうも許し難かった いととここのことだ。自分との結婚以前にはどんなに親しかったか知れないしかし結婚後にもその親しさを延長されてはたまらないというのが彼の気持ちだった実は結婚後ますます親しく仲良くなってきたのじゃないかとさえ感じられる彼らを近づかせているものは表向きは音楽だった ピアノの好きな綾子のところへバイオリンが巧みな吉田がやってきてその2つの楽器を合わせて楽しむことは当然のことだった少なくとも綾子と吉田にはそう思われたしかし中条にとっては夫が全く除外されているという時の状態はたまらなく不愉快だったのである吉田にはともかく 綾子にはこの夫の不快がわからないはずはなかったけれども綾子はそんなことを何とも思わなかったこんなことを不快に思っている夫を持つことを恥とすら考えただからますます平気で吉田を呼んでは滑走した彼女は賢かったなるほど中条は弱気な哀れな夫だったかもしれない しかし彼女は、火と戯れていることに気がつかなかった。こういう性質の男は時とすると、犯罪に対しては非常に勇敢になるものだからである。中条といえども音楽は嫌いではなかった。はじめのうちは二人の演奏に浸ることもできた。けれども最近に至っては、 彼は全く不快な気持ちで二人を客間に残して自分の部屋に戻るのが常となった彼がいなくなると彼らは一層仲良く弾いているような気がしたいや楽器を置いて笑いさざめく声がよく聞こえたそうして弾き始めると音楽は一層幸福そうに響いてきた彼は 『春のそなた』を書斎の中で聴きながら幾度歯を食いしばったことだろう彼は舌打ちをしながらベートーベンを呪ったそれほど二人の好きな曲はこの聡明曲だったのである一方吉田は遠慮なく綾子を音楽会に誘いに来る妻は平気で一緒に行くそして 夜遅くなって帰ってくれ。一体今までどこで何してきたのだだから、SC のコンサートって申し上げたでしょマーラーのシンフォニーって素敵ね。なんだか難しくってわからないけれど。何を言ってやがるんだ。と、彼は心で思った。 遅くなって申し訳がございませんくらいのことを言ったらよかろうこう思ってももう口にさえ出しえない男だった吉田と妻が人目をはばからずに出歩くことは考えてもたまらないことだったがしかし彼はこれに口を出さなかった綾子に対しても吉田に対してもひと言も注意すらしなかった 言ったら綾子は軽蔑の笑いで一蹴するだろう子供とはいかぬまでもまるで年下の吉田に言うことはなおさら恥ずかしいことだったこうやってもだえのいくつきかがたったが結局中条直一は吉田の存在を呪うよりほかしかたがなかったのである吉田の存在とピアノの存在とバイオリンと しかして彼らが好んで合わせる春のそなたとそうしてその作曲者等全てを彼は呪ったしかし妻と吉田の間について何らの確証を握っているわけではなかったが何らの証拠がないということは中条のような男にとっては証拠があるのと全く変わらなかった吉田の存在が呪わしいのは同じだった 春が去って夏が来たどうしてもこのままではたまらないと感じた彼は役所の休みを利用して23日前から泳ぎに行くと称して吉田をこの T 海岸へ連れ出したのである最初の彼の目的は吉田に恥を忘れて事実を突き止めることだった けれど宿屋の一室でちょっとその話に触れかかった時吉田は呆れた顔で笑ってしまった中条は一時、やはり俺が疑いすぎたかなと安心したけれども吉田が直ちに後から言った言葉が中条を直ちに不快にした僕今度は時期帰りたいんですお姉さんとこの夏 彼は綾子のこことをいいつもこう呼んでいた。ブルフを合わせる約束がしてあるんですからこの男はひどく無邪気な人間か途方もない白々しいやつだと中条は考えた機会があったら吉田をこの地上から失ってしまいたいとは必ずしも今になって初めて考えたことではない 彼が取り分けて寂しい某州の一角、T、海岸を選んだのもそこに理由があったのである夏になると2人連れの友達が山へ登ったり海岸へ行くそして1人が誤って足を滑らせて深い谷に陥って死んだりまたは崖から海に陥って岩に頭をぶつけて死んだりすることが よく報道されるその時もし一方が他を殺したとしてもどうしてその殺人を立証し得るだろうしかしてもしその動機が外面に現れない場合にはあたかも殺人の疑いさえ起こりえないはずではないか誰も人目に触れぬことだ 誰も人のいない時結婚するのだそうすればこの犯罪は永遠に人に知られない中条は思った彼の場合においてどう機足りえるものを確かに知っているとすればそれは妻一人だよしその妻が自分を訴えたとしてもどうして直接の証拠をつかみえるか 中条と吉田が泊まっている部屋から泳ぎに行くところまでに恐ろしい岩の崖道がある無論遠回りをすれば安全な道があるのだが中条らは近道を往復したしかもこのある一部分には崖の上に茂る木と海にそびえ立つ岩に隠れてちょっと外から見えない箇所があるのを中条はちゃんと知っていた 水泳儀一枚の吉田が足を滑らして下へ落ち頭を割って死ぬということは決して不思議ではない現に中条自身も危ないので随分用心して歩いているのだよし明日はどうしてもやっつけてやろう中条は夜の明けるまで思い続けた あくる日は前日同様の快晴でやはり暑い日だった水泳に一つになった中条と吉田が細い危ない崖道を歩いてゆく吉田が先に中条が後から中条はここと思うところまで来て辺りを見回した彼の見える限り一人も人はいなかった 今やろうか今やろうかと思って彼は吉田の後ろ姿に見入ったこの時偶然が中条の気持ちに対して拍車の一撃を与えた何も知らずに先に立って歩いていた吉田が楽しげに口笛を吹き出したそれこそ彼が綾子とよく弾く「春のそなた」のバイオリンパートの一節だった これを耳にした刹那、中条は身震いした彼はいきなり吉田の後ろに身を引きつけた吉田が T 海岸から誤って落ちて頭を粉砕されて即死したという急報が四方に飛んだのはそれから間もなくだった警察からは直ちに係官が出張した。 東京から家族の者も,も駆けつけたけれどもそこには何ら他殺の疑いをかけるべき点もなくまた自殺と見られるところもなかった中条直和が相当地位ある某将役人であることが全ての嫌疑から彼を救ったかくして吉田豊は善と優位の身をもって T 海岸で不慮の過失死を遂げたということが一般にほうぜられたのである2中条直一はしかしこのあとだんだん憂鬱になってきたそうしてその秋には極度の神経衰弱にかかって当分役所を休まなければならなくなった 同じ家にいながら彼は綾子とは一日中一言も口をきかぬことすら多くなった綾子は綾子でピアノを盛んに一人で断じたしかも相手がいないのにバイオリンやバイオリンコンセルトのピアノのパートをやけに断ずることが多かった彼女のこの振る舞いは必ずしも夫に対するあてつけばかりではなかったらしい。 こんな時に夫の直数はますます陰気になっていったついに医者の注意によって毎朝ある一定の時間を散歩に費やさなければならないということになって永田町の自宅から徒歩で日比谷公園を一周してくることにしたそれは12月ごろのことである年が明けて再び夏が来た 吉田の死んだ月がまた来たちょうどその月だった中条直一は突然思いがけない災いに出会った彼は自動車に引き殺されたのであるある朝身なりの卑しくない新士艇の男が西日比谷検事局に慌てて飛び込んできた人を引いた いやあのの男が自自分の車で自殺したというのだ合わせた H 署の巡査が早速行ってみると公園の検事局に相対している入り口から約50件ばかり打ちに行った道路におびただしい血潮を流してこれも一見紳士風の男が自動車に頭を引かれて即死している自動車は 反対の帝国ホテル側の入り口から左側を通行してきたらしく西側に車種を向けて止まっている運転手はどこにいるのかと聞かれて飛び込んできた紳士は恐縮しながら「実は僕自身運転してきたんです」と答えた直ちに取り調べが開始され 紳士は一応 H 署に連行されたが一通りの取り調べによって即日帰宅を許された加害者たる紳士は某会社の重役で法学士伯爵細山宏殺された紳士は某将の役人中条直一と判明した細山伯の警察で述べたところによると 彼は毎朝その時間に自宅から自身自動車を運転して必ずその場所を通り勤め先に出るちょうどその日は今までのクライスラーの代わりに下ろしたてのパッカードを運転して通った昨年頃まではもっと遅く出かけたけれども今年になってからは健康のためというので割に早く出かけるそうしていつも日比谷公園を東から西 すなわち日比谷門から霞門へ抜ける順序だったこの日もいつもの通り走ってくると左側の鉄柵と車道との間の細い歩道の上を歩いてくる人を見たこのまま進んでも無論衝突の憂いはないからと思って念のためにクラクションを鳴らして進んでちょうどその人とすれ違いそうになった時不意にその男が車道によろよろと入ってきた。 むしろ飛び込んだ。ブレーキをかけたがどうすることもできない仕方がないから慌てて右に避けようと思ってハンドルを右に切ったけれど及ばず相手の頭を前右車輪にかけてしまったそのあと警察の調べたところによると中条直一は別に自殺するような動機は認められなかったけれども最近では非常な神経衰弱にかかっていたから かかかるるこここととととははありうべからざることではないということだったしかし H 署ではこの事件を業務上過失致死事件として一件書類を区裁判所検事局に送ってきたのである伯爵細山宏が検事局から呼び出しを受けたのはそれから2週間ほど経てからであった係の大谷検事は当時いわゆるバリバリの検事だった。 検事の問いに対して伯爵は警察で申し立てたとおりの答えをした時にあなたは昨年 T 海岸で死んだ吉田豊という人のお兄さんですねそうです吉田は私の実弟であの家の養子に行ったのですそうですかそれはお気の毒でしたしかしとすると あなたは被害者の中条にもたびたびお会いになったことはあるわけですねはあこの日向こうから来た紳士が中条だということはこの事故の起こらないうちに分かりませんでしたか無論後には被害者は僕の知っている男だとおっしゃったそうですがいやとっさの場合で はじめはよくわかりませんでした。そうですか。いやあ、それならそれでよろしい。対話は極めて円滑に進捗した。すべてにわたって3時間立て続けに調べられたが、ようやく一通りのことは終わったと思う頃、伯爵が聞いた。いかがでしょう。私は許されましょうか。 私の考えでは自分には過失はないように思いますが私としては今は何も言う必要はないと思いますが一応あなたのご身分に対して好意的に申しましょう問題はあなたの言うとおりだとして果たして法律上過失があるかないかということなんですよ あなたの言うことが本当かどうか不幸にして立証すべき何者もない死人に口なしで相手は死んでいるまた第三者で見たものが一人もないのです従って少なくもあなたの言われることを嘘だと立証すべき事実がないのですそこであなたの今までの供述に従えば ご安心なさい。この事件は不起訴になります。私はこの事件を不起訴にすることに決めました。ありがとうございました。これで私も安心いたしました。白尺が喜んでドアを開けて出ようとするときだった。不意に後ろから声が聞こえた。細山さん。しかしそれは、 あなたの計画通りに進んだわけじゃないですか予期した通り考えた筋書き通りに細山伯爵はこの時振り返って大谷検事のすごい皮肉な微笑を見なければならなかった細山さん事件はこれで済んだのですしかし私は検事としてでなく 個人としてあなたと少しお話ししたいのですがね伯爵は思わず元の椅子に腰を下ろさねばならなかった伯爵これは私が個人として言うことですよ検事として言うべきことは終わりましただからもはや安心なさってよろしいただ私 大谷一個人ととしししてお話ししたいことがあるのです私は自分の職業の立場から常に犯罪ということに興味を持っていますいかにして犯罪を捜査するかということはいわばいかにして犯罪を行うかということを考えることですだから私は事件を調べることに趣味があるばかりではなく もし私が犯人だったらどうするかまたはどうしたかというようなことをいつも考えるのですあなたはよく山や海で二人連れの一人が不慮の死を遂げた際に一回もこれを疑ったことはありませんか私は自分が検事だからというせいかいつもあれは妙に思うのです なるほど殺人としては動機がないしかし動機がないということはただ外に現れないというだけですからね人間ですものうちにどんなことを考えているかわかるものではありませんよところでもしこの場合動機が現れたとしたらどうでしょう 殺人として検事は起訴できるでしょうかつまりそこですよちょうどあなたの事件のように第三者が全くない被疑者の言うことを覆す証拠がない従っていくら検事でもどうすることもできますまいどうするとこの方法は 殺人として最も巧妙な方法だということになりますさてここにある夏2人の男が海に行ったそしてその1人が崖から落ちて死んだのですするとちょうど1年ほどたったからその時の連れの男がある過失か自殺で自動車に衝突しました ところがその時その自動車を運転していた男は先に死んだ人の兄だったという事実がここにあると仮定しますそうこれは一つの仮説の例ですよこの二つの事件を偶然でありえないとは言えますまいしかしこの事実の間にある連絡を取って考えられぬことはありません 白尺私と同じ役人をしていた男で今探偵小説作家になっている人がありますこの間ちょっと会った時に私はこういう二つの事件を彼に語ってみましたするとその男は小説家らしい途方もない空想を語り始めたのですこれからあなたに申し上げるのは 私よりむしろその男の考えを多く言うのですから一つの小説のつもりで聞いてごらんなさいその男というのはまず海で青年が死んだ事件を殺人事件だと考えるのです少なくもその時死んだ人間の親とか兄とか要するに最も近い人には 殺人事件だと信ぜられたと仮定するのです。動機は無論外には現れてはおらぬけれども、殺された青年のそばにいる者、例えば兄などには必ず推測がつくでしょう。その小説家はこの二つの事実に対して兄が、 弟は殺されたと確信したと推測することが最も自然だというのです。もし仮に兄がそう信じたら彼は一体どうするでしょう。今言った通り法律的にはこれをどうすることもできない。訴えたとて何にもならぬ。結局残るところは 直接の復讐手段でしょうそして彼の「兄になる人がバカでない限り自分も法律的には何らの危険のない方法をとるでしょう悪尺実際この場合彼は最も賢明な方法を取ったのです初めの事件が殺人事件だとされていない限り これに対する復讐もまた動機が一般にはわからないわけです。すなわち、二度目の殺人は動機が全然外部に現れていない点において第一の殺人事件と同じわけです。さて、ここで仮にこのアになる人の位置を定めてみましょう。仮にこれが 何がししがとという人だとしますすなわち社会的に相当地位ある人間だとしましょう少なくとも殺人事件のごときには最も嫌疑のかかりそうもない地位にいるんですすなわち言い換えれば最も巧みに人殺しのできる地位にいるとしましょうこの死者は 弟が殺されたと信じて以来、どうにかして相手をやっつけようと考えている。絶えず遠くからその行動を注意していると、相手は神経衰弱にかかって役目を引いてしまうとわかる。ところで主尺は、毎朝自動車を自ら買って日比谷公園を通るのです。偶然にもある朝、主尺は、 相手がここをを通るのを見ました時々一方は徒歩一方は車で公園の辺りですれ違うそのうちししは相手の時間が一定しているのに気づきます「健康上いいから」という理由で時間を繰り上げて相手と必ず会うようにし始めました。 ところで、伯爵。あなたの事件で、私はその小説家に言われて気がついたんですがね、日比谷公園ともあろうところで、あの時分、どうして誰も他に人がいなかったのか、ということを調べてみたのです。すると、妙なことを発見したんですよ。どういう理由かちょっとわからないが、あの事件のあった箇所は、 日曜日の朝は別ですが他の朝はある一定の時間無論ごく短い間ですが人通りが全く一時に途絶えるという事実しかもそれがちょうど伯爵あなたがあの日あそこを通られた時間だという事実が分かってきました伯爵 半年も同じ道をドライブしていたこの物語の試写帽防止にそれが発見されぬはずはありませんさてここまで来て私はこの小説の中の試写の考えを初めからたどってみましょうまず「弟が殺されたと思う」ひそかに注意してみると弟の敵たる某紳士が 神経衰弱にかかって役所を休んでしまう無論死石はこれを両親の呵責と信じるからその確信はますます硬くなるそこでいよいよ復讐の決心をする偶然ある日日比谷公園のドライブ中某紳士を発見するいつかまたデックバす。 これを知った死者は、某紳士の通る時間を計って、自動車を買ってすれ違う。これから毎朝、時間を今までより早めに出ることにする。そうして半年の間、二人は毎日のようにすれ違っていたわけです。これは死者にとって二つの意味で重大であったはずです。一つは無論、 仇の様子を探るためです他の意味はもし某紳士が真犯人とすれば死者が殺した相手の兄だと知っている彼にとって毎朝偶然死者に会うということは確かに一種の恐怖であり従って神経の弱っているその男の態度に必ず変わったところが見いだされるに違いない。 そこで約半年死者と某紳士とはすれ違っていたとするすると何日頃からか知らないけれども死者はさっき言った妙な事実に気がつき始めたすなわちある一定の時間に全く往来が途絶えるという事実この事実が 素晴らしい手段を思いつかせたに相違ありませんここからはこの死者が犯人としてどのくらい頭がいいかを説明しましょう先に言った理由によって死者が行おうとする殺人のモーティブは決して暴露する危険はないその点について心配する必要はこうもないはずです死者は つまらない小細工は一切しないことにするわざと白昼すこぶる自然らしく殺人を行おうというのですただ誰からも見ていられないということが絶対に必要ですしかりただその一点だけがこの殺人事件において必要だったのだから恐ろしいじゃありませんか しかも、某紳士が海岸で用いた手も、誰からも見られぬという点だけが大切だったのです。これに対する復讐としては、けだし、甚だ適切だったというべきでありましょう。死者の用いた武器、すなわち、この場合、狂気は、これこそ、死者の頭の良さを示すものです。彼は、 自分の乗っている自動車を相手にぶっつけようというのです。白昼、日比谷公園の中で、あの時に、しかも人の恐れる検事局の前で、パッカードで人を殺す。なんというモダンな、しかも頭の良い犯罪でしょう。現今我々法律家から言えば、 自動車くらい殺人の凶器にたやすく利用されるものは他にないのですたやすくとは安全にの意味ですよ今言った元の同僚の探偵小説家などは役人だった自分からこれを主張していました探偵小説作家が殺人方法として自動車を凶器に用いるのが一番現代に適切だろう 犯人にとって法律的にこのくらい安心なものはないのだからそれほど現婚の交通状態と法律とはかけ離れている僕だってそれを書かせれば書くんだが本当に真似をするやつが出るといけないからまだ書かないんだとは最近彼が私に漏らした感想です 司の考えもまさにそこだったのです。これは私尺が相当な法律家だということを表しています自動車の事件は誰も見ていない限り相手を殺してしまえば特殊の場合でない限りちょうどあなたの時同様検事は被疑者の供述以外に手がかりがないのですからめったに起訴されないことになるのです しかも最悪の場合を考えてみましょうか。誰か現場を見ていたとする。この場合、故意に相手を殺したと思う人があるでしょうか。誰しも老狽の極みと思うでしょう。ことに、殺人の動機が外に現れていない時においては、何人かこれを人殺しと言えるでしょう。すなわち、 最悪の場合でも殺人事件にはなりませぬ。十人の証人がいてことごとく死者に不利益な証言をしたところで事件は業務上過失致死罪の罰すなわち三年以下の禁庫、または千円以下の罰金で済むはずです。悪尺。 あなたは死者くなりがしが誤って人を歴殺して3年の刑になると思いますか今までの判例を見ればすぐわかることです。これは半年の間狙いに行った刹那がそういう最悪の瞬間と仮定してもの話ですよ。しかもこの不幸のプロパビリティは死者の計算に従えばすこぶる小さいものだったに違いありません。 すなわち死者は犯行の日日比谷門から霞門に向いてドライブする相手がいつものとおり右側の歩道をすなわち死者から言えば左を歩いてくるのが見えた神経衰弱にかかった紳士があそこを西から東へ行く時は右の歩道を歩くのが最も安定だと考えるに決まっています なぜならばあそこの歩道は甚ははだしく狭く左側を通れば後ろから来る多くの自動車に脅かされるからです磁石は素早く辺りを見回すと言ってもまず右側だけです前面はカーブしているからこっちだけ見ていればよい左側は鉄柵で仕切られた植え込みだからめったにこっちから人が来るはずはないそのうち 死者と防ウ・シの距離はますます迫るこの辺でよしというところで死者はまっしぐらに相手の体めがけてすなわち今までの進路からちょっと左にハンドルを切って突進する今までどおりに歩いていれば安心だと思っていた相手は驚いて逃げようとする暇がない 無論右に避けたいが鉄柵ですぐには飛び越えられぬ仕方がないから左すなわち車道に出ようとする途端に車体が相手を引き倒すという次第なのですこの場合相手が車道へ少しでも飛び出してくることが必要なのですなぜなら歩道へ乗りかけてそこで引き倒しては 明らら。かかに過失ですから自殺した場所さえ車道ならはじめ少し車がカーブしてきてもその後なんかすぐ踏んでも消せますからね現にあなたの場合などは全然車の後は踏み消されていたそうです無論あなたがしたとは言いません群衆がですしかしその群衆を 犯人が呼ぶことはできたはずです。少なくとも、彼が口が聞けないような場合以外はね。事実、あの時調べられた人々は一斉に声を聞いて駆けつけてみますと、と言っていますよ。つまり犯人試赦は、相手が死んだのを見定めてから、まず矢印を呼ぶ。そして自分は、 すぐ目の前の検事局に恐れながらと飛び込んでくるのです過失はともかくどうして恋を疑いましょう誰が殺人事件だと思いましょう簡単すべき腕前ですしかしこれは皆例の小説家の空想ですよははははは、<laughs> ちょっと面白いでしょう おやどうかなさいましたかこの時、今まで青い顔をして聞いていた白尺細山宏氏はふらふらっと立ち上がったが、ドアにようやく手をかけながら、嘘だ嘘だ人殺しなどと、くしからんあいつ自殺だ自殺だとあえいだ。 おかえりになるならもうお帰りになってよろしい薄気味悪い笑いをたたえてドアを助けて開けてくれた大谷健ンを後ろによろめくように伯爵は廊下に出た3 それから一週間経ってからのある夜、白尺は日記の中に次のような感想をしたためていた。驚くべきは大谷検事の推理だ。もしくは想像だ。まったく、俺の考えた通りのことを言っている。しかも自信に満ちたあの態度。まったく俺は、 あの通りの計画をしてあの日のあの場所まで行ったに違いない。しかし、自然のする皮肉を我らの頭の力で見通せると思うか、俺も誤っていた。しかし、ケンジも俺同様の誤算をしていたのだ。俺が、俺が中条の体めがけて車をぶつけようとした刹那だった。 不意に中条の方が、よろよろとして俺の車の方向に飛び出してきたのだ。現在殺そうとしている相手だが、しかしこの刹那、俺は全く狼狽した。俺はほとんど直角的に避けようとしてハンドルを切った。けれども、間に合わなかったんだ。中条のやつ、両親の葛飾に耐えかねたが、 俺の車に飛び込みやがったんだ。今となっては誰も人のいなかったことが残念だ。俺は人殺しを計画した。だからケンジにそう思われても仕方がないかもしれない。しかし今一歩というところでやり損なった。相手に先んじられてしまったんだ。誰でも一人見ていてくれたら、 彼のよろめき入ったことを立証してくれただろうに昨日中条未亡人を訪問した俺が中条を殺したと疑っているのはケンとこの女だあの女は昨日はほとんど物を言わなかったああ俺は大谷健二と中条未亡人が生きている限り 人殺しをしたと確信されている。俺は自分の計画が完全だと信じていた。あまりに完全すぎたと信じていた。しかし、大自然が行う皮肉を無視していた俺は、愚かだった。永遠に、俺は呪われている。白尺がここまで書き記したとき、 ドアをノックすることが聞こえた伯爵の声に応じて駒使いが丁寧に一通の封書を机の上に置いて去った差出人は中条綾子書留郵便で投函日付は昨日である急いで封を切った伯爵の目には次のような美しい文字がはっきりと映ったのである伯爵様 せっかくお尋ねくださいましたのに私実はあの時大変考え事をいたしておりましたのそれで申し訳ない失礼いたしてしまいましたお許しくださいましあの時私はあるものを伯爵様にお目にかけようかどうかと迷っていたのでございます けれどとうとう決心してしまいました何事も申し上げませるただ同風の文をお読みくださいましそうして永遠に御身近くにお持ちくださいまし伯爵様あなたのお力は偉大でございましたけれど 我々の頭がどんなに良くても神様のなさることを考えることはできません。神様のいたずらは人間にはわからないものでございます。綾子。神のいたずら自然の皮肉つぶやきながら伯爵は 巻き込められた一片の紙に目を通したその初めに女文字で「これは夫直一の日記の断片でございます」「夫の死後私が発見して今まで誰にも見せずに置いたものでございます」「あや子」と記されている 罰月罰日妻はどうしても疑っているい,いな疑っているのではない俺が吉田豊を殺したと確信しているのだ俺の手がちみどろに見えるのか俺の顔がそんなに恐ろしいのか俺がこのごろ夜中眠れないで役所も休んでしまったのを 両親の責めくだと思っているらしい。バカ。俺がいつあいつを殺したんだ。俺は人殺しじゃない。あいつは本当に誤って死んだんだ。俺が豊を殺そうとしたのは本当だ。恐ろしいことだが、俺はこの手で。 彼を崖けから突き落としかかったんだ。それは間違いない。しかし、俺はあの時、突き落としはしなかったんだ。もう少しで彼に触れようとするとたんに、豊かが不意に悲鳴を上げたんだ。俺は帰って驚いた。どうしたんだと聞こうとする刹那。 あのの足場の悪いところだ。あっという間に足を滑らせて彼は下の岩に向かって落ち込んだのだった俺はしばらく呆然としたがすぐにその原因は分かった綾子は前から知っているだろうが豊は今になっても雲に対して極度の恐怖心を持っている。 自分から見るとほとんど理由のない恐怖だがあの刹那あの崖の上に立っている松の木から垂れ落ちていたのだろうちょうど彼の顔にあたるところに五寸に余る大雲が彼が落ちてからなおぶらぶらしているのを自分は見た豊かが口笛を吹いてのんきに歩いているところへ ふいにこの大雲が顔に当たったのだ。雲だ、と認めた刹那。彼は恐怖のあまり飛び上がったのだ。その途端に足を滑らせてしまったに違いない。ああ、思えばあの時、あの雲をそのまま置いておけばよかった。自分も君の悪いあまりに、 叩き殺して海に捨ててしまった自分は何という愚か者だもしあの時誰でも一人人間があの有様を見ていてくれたなら俺の人殺しの疑いを晴らしてくれるだろうにまたもしいっそ俺が訴えられれば弁解の字は十分にあるのだしかし 妻は俺を人殺しと確信しているくせに一回も俺に尋ねない限り何を言っても無駄なのである俺はもはや綾子の沈黙の復讐に対しては沈黙の争いを続けなければならないのだしかし俺はこの頃す全ての人々に人殺しと呼ばれているような気がする 俺は人殺しを計画したしかし実行はしなかったんだああこの苦しみをいつになったら晴らすことができよう妻以外では豊かの兄の細山博が確かに疑っているああ毎日俺と顔を合わせる意味がわからない 俺は不愉快だけれど俺があの道を通らなくなればなお白は俺を疑うだろうおおハクよいっそう俺を裁判所へ訴えてくれこの間日記の日付が3ヶ月ほど空いている「××罰日」「俺はもうたまらない」 こうやって無実の罪をすべての人々から着せられて見られているのは、あやこは断然俺を人殺しと見ている。一言もそれに触れない限り、俺も一言も言うまい。白着も毎日会うが、何のためにわざわざあの時分通るのだろう。そうして訴える様子もない。彼は、 俺を殺すつもりなのだろうか。これほど疑うなら、いつでも殺されてやる。しかし何時の復讐は、神の目から見れば、神聖の復讐ではないのだ。この間、数日の隔たり。×月×日。 昨日は危うく自動車にぶつかるところだった医者は毎日歩けというしかし少しだってよくなるはずはない俺はちょうど盲人が杖なしで歩くように往来を歩いているひょっとすると医者も俺を人殺しだと思っているのじゃないか綾子が医者にしゃべっているのかもしれない そうして俺を、できるだけ危険にさらすようにしているのじゃないか。俺は人殺しじゃない。人殺しを考えたことはある。けれど、やった覚えはない。次は、死の前日の手記。ば月に日。 こんな変な気持ちで生きている気はない豊かだって俺があそこに連れ出さなければ死ななかったんだそう思えば俺は死んでやってもいいしかし細山には殺されたくないよし俺はやつのように自動車に乗ってくる人を利用しよう 明日はあいつの来る頃、日比谷で他人の自動車に飛び込んで死んでやる。細山がちょうど通る頃、わざと他の車に飛び込んでやる。どんな車でもいい、細山以外の自動車に飛び込んでやろう。あそこまで、用心して歩いていかなければならない。 最後に綾子に言う「陣地をもって神の業をはかるなかれ」読み終わった伯爵はこの時ハッと今まで少しも気にしなかったことを思い浮かべた「そうだあの日初めて」。 それまでの箱型の位すらをやめて買いたてのパッカードを動かしたのだった再び中条の日記を見ていた伯爵の目には涙が溢れたそれが頬を伝ってきた頃彼は机の上に表を伏せて長い長い間動かなかった 《だ